美獣たちのチャクラだ。引っ張り抜くぞ。よっしゃ、みんな一斉に行くってばよ。せーの、俺が、この俺が後悔しているというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。覚えてるだろ。でも本当は俺と一緒で火影になりたかったんだな。あんなものを捨て切った過去と甘い自分だ。面して自分隠したってダメだ。どんなに言葉でごまかしても、あんたが内川尾人だってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内葉尾人だ。俺とそっくりな内葉尾人だ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。それなのにあんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前それ本気で言ってんのか。そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしても、そういうのか。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ、みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、うちが尾人として木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう。違う、俺はうちが尾人を捨てた。俺はもう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな、こっちへ来い。
何なんだお前は。なぜお前は俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない、間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺は第二の陸道仙人だ。夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。火影など今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉で飾ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたは火影を夢見た木の葉の忍びだ。こっちだってばよ。名前のない忍びじゃねえ、陸道仙人でもねえ。あんたが宇宙の帯人なんだ。怖がんな。目をしっかり開け。自分の姿をちゃんと見ろ。それが本当に望んだ姿かよ。あんたの夢はおかげになることだったんだろう。あんたの仲間もそれを望んでたんじゃねえのか。思い出してみろ仲間。あんたの周りにいた仲間が今のあんたを望んでたと思うか。仲間を。そうだよ。もういい加減、目覚ませってばよ。距離を取るか。何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。自分の中で答えは見つかってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。俺はお前は火影を目指してた木の葉隠れの内川帯人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。お前のことはちゃんと見てんだから。怪我してんのに無理して、もう強がって傷を隠してもダメ。つまんない意地張らないでよ。オビトは火影になるって言ってたよね。だったらあなたを救うことは世界を救うことと一緒。そうでしょ。頑張れオビト。私信じてるから。火影になってかっこよく世界を救うとこ見せてね。行くぞ。今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。俺は内川帯人だ。いいから来いこの野郎。なるとみんなの力をなめんなってばよ。
リン。ココン先生。詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。覚えてるかい、4人でこなした任務の数々を。リンは医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。リンを守れなくてすまなかった。リンは俺にとっての唯一の光明だった。リンを失っての地、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりはわからない。はっきりとはわからないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける。あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういう奴だからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ、オビト。つまんない意地張らないでよね。行く？かも。俺も。いいから来い、この野郎。そう